すぐお金になる方法を知りたいですということで、リストマーケティング、リストビジネス、まあ、初めての副業ですね、あと副業の初心者についての場合どうすればいいでしょうかってですね、初心者の副業をする場合ですね、すぐお金になる方法、まあ副業はですね、時間かかってなかなかですね、お金にならないでやめてしまうという人が多いんですけれども、これはですね、蓄積し時間を味方にしてですね、蓄積していく副業とすぐにお金になるような副業を組み合わせるというのがポイントですね。なので例えば作業の代行というのはすぐにお金になります。まあ、SNS の運営代行とかですね、ブログの記事の更新とかですね、そういった作業代行はすぐにお金になるので、それをやりつつもですね、ご自身でメディアを育てていくというのをされた方がいいと思うんですね。僕もLINE と YouTube のマーケティングとかですね、メールマガマーケティング、いわゆるリストマーケティングというのをどんどん教えてますので、